在ニューヨーク日本国総領事館の山内幹事大使に FCI にお越しいただきお話を伺いましたご覧ください山内大使今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いします前回インタビューさせていただいてから三週間が経つんですけれどもアメリカの状況特にニューヨークの状況は深刻化したと感じられていますかはい実はニューヨークで最初に感染者が確認されたのは三月一日です 前回こちらでインタビューを受けた3週間前その数は約5300人でした今やその数が15万人になっています28倍に増えています亡くなった方で最初にニューヨークで確認されたのは3月14日でございますその3週間前はその数が33人今やその数が7000人を上回っているとこういうふうに感染拡大が非常に大きくなってきているというふうに感じます一方クオモ州知事は その数の伸びが少し緩やかになってきたということもおっしゃっていてピークがだんだん近づいてきているかなという見立てをする方もいらっしゃいますがいずれにしてもものすごい勢いで数が増えているということで非常に深刻な状況だというふうに思います日本では緊急事態宣言が出されましたが在留邦人が受ける影響はどうういったところなんでしょうか緊急事態宣言は4月7日に発表されました。 これは基本的に日本の国内にいる日本人及び滞在者の方々の命と健康を守るためそして感染拡大を防止するためでございます基本的に日本国内の措置でございますので在留法人の方々に直接関わりがあるということではございませんむしろ在外にいらっしゃる法人の方々に関係するのは日本政府が沿っている水際の措置ということになるというふうに思います なるほど、その水際措置なんですけれども、日本は北米からの入国制限していますが、具体的にはどういう状況なんでしょうか？はい、これは4月1日に水際対策に係る新たな措置ということで発表されまして、4月3日から施行されているところでございます。これは世界の7。3の国と地域のか国からの入国を拒否するという措置でございます。ただし、その日本国籍の方々は？ あの日本にもちろんあの帰国することはできますただし厳格な手続きを踏んでもらう必要がございますじゃあ日本国籍の人が日本に入国した場合すぐに家族に会ったりまたは職場に行ったりすることは可能なんでしょうかいえここは非常に厳格な措置が取られております基本的にあの空港に着かれた時に4つのことをやっていただきますまずは検疫で質問票に答えていただきます それから体温を測定していただきますそれから症状の有無などについての確認をしていただきますその上で全員の方々に PCR 検査を受けていただくことになります PCR 検査は結果が判明するまでに1日ないし2日間ほどかかりますその間は検疫所長が指定する場所空港ないしその周辺の宿泊,宿泊施設で待機していただくことになりますで PCR 検査の結果が判明しますと 陽性になった方々は医療施設で医療機関で隔離内し入院していただきます陰性の方々は自宅内しそれぞれで手配されている宿泊施設に行っていただくことになりますけれども2つのことがございます一つは移動のための交通機関として公共交通機関は使,っていただく使,使わない。 でもう一つはその自宅ないしあの宿泊施設に行かれた場合、二週間の待機をお願いするということになります。この間は、えー、外部との接触、人との接触を控えていただくということになります。なるほど。では日本人以外の家族と一緒に日本に行く場合、どういった制限がありますか。えー、まず、えー、日本国籍を有しておられない。 その配偶者あるいはお子さんでございますけれども、現在も有効な滞在資格をお持ちであればですね。あの、そのことによって基本的に再入国は可能になります。ただし、先ほど申し上げたような厳格な手順には従っていただくことになります。で、もしその配偶者ないし、お子様で日本国籍を持たず、かつ現在有効なあの。滞在資格もない方は、えー 差しをですね申請していただくことになります。これも非常に厳格な手続きを持って差しを出しますので、あの最寄りの総領事館にですねあの相談いただくと、いろいろなあの手,手順、手続き、必要書類等々についてご説明させていただきます。例えば家族が帰国だとか緊急の場合。えー 日本人以外の家族をと一緒に日本に入国するというのは、すぐには難しいとということですかあの水際措置は非常に厳格でございまして、その感染防止の観点から、先ほど申し上げましたような質問票の記入、体温測定、それから症状の有無等についての確認、そして PCR 検査という手順は踏んでいただく必要がありますこの詐称というのはどのくらいかかりますか。 これはその時々の状況によりますけれどもまずはあの総領事館の方に相談いただければというふうに思いますなるほど、まあ、新型コロナウイルスによる影響で、えー、アメリカでアジア人に対するこの差別的な行為があるということをよく聞くんですけれども日本人が被害に遭ったというのは報告されていますかこのニュースをまあ見るにつけ心が痛みますし極めて遺憾な状況だというふうに思います。 在留法人の方々で被害に遭ったという報告を私は受けておりませんなるほどで例えば被害に遭いそうになったときどういったアドバイスがありますでしょうかまず第一にその現場を離れるということでございます説得を試,試みるとかそういうことはぜひ避けていただいてまず現場を離れるということが一番大切でございます具体的にこういった被害どこに報告したらいいんでしょうか まずあのあの緊急ナンバーの三一一にかけていただくのが一番寛容かと思います。ニューヨーク州政府もニューヨーク市当局もこういった被害に対しては非常にあの深刻に受け止め、万全の措置を取っているというふうにあの承知しております。三一一にかけていただくのが一番確実な方法だと思います。それから総領事館へのあの連絡報告等もぜひやっていただければというふうに思います。総領事館は今どういった対応になってますか。総領事館の スタッフの健康と安全を守るこの送料時間機能をしっかり維持するという観点から今時間を短縮しておりまして窓口はあの休日を除く月水金の午前10時半から午後1時まで開いておりますあの窓口はそうでございますただ電話メールの問い合わせは24時間いつでも受けております,そ,うですかそれでは最後に大使から 在留法人にメッセージをお願いいたしますすつございますまず第1に医療現場の最前線で働いていらっしゃるあの医療関係者の方々スタッフの方々もちろん日系の方日本人の方もいらっしゃいますがこういった方々に深淵なる感謝の気持ちを述べたいといいとうに思いますそれから日常生活に不可欠なあの公共のサービスを提供されている州や市の職員の方々そのスタッフの方々に深淵なる感謝の意を述べたいというふうに思います。 2番目に在留法人の方々の健康と安全が大変重要でございますのでぜひそれに万全を期していただければというふうに思いますその観点からいくつか申し上げたいと思うんですけどもまずアメリカ合衆国の連邦政府州市あるいは連邦機関がさまざまな情報を あの出しておりますので、そういった情報もぜひあのしっかりチェックいただければというふうに思いますし、日本政府もそれからニューヨーク総領事館もあとお近くの総領事館でも様々な情報を提供しておりますので、ぜひこういった情報に目を通していただいて、あさまざまなアドバイス等について従っていただければというふうに思います。それからあの健康のかあの健康安全の観点からはまず何と言ってもこまめな手洗い、それから外出を控えること。 外出する場合には社会的距離ソーシャルディスタンスをしっかりとるということをしっかり心がけてできるだけ身を守っていただければというふうに思いますそれから自宅にいるとどうしても運動不足になりがちでございますので実は私は毎日何度か「みんなの体操」と「ラジオ体操第1第2」をやっておりましてですねそういったことでとにかく運動不足を解消するように努めているところでございます。 それからどうしてもこういう未曽有の状況になってくるとですねあのいろんなことを考えがちになるんですけれども実はあの我々には偉大な先立ちたちがおりますニューヨークには野口英世とか高峰譲吉とかすばらしい博士がいて医学の分野で大きな業績を上げておられます難しい状況を克服した方々がいるので我々の先輩にはそういう人たちがいるということは大きな心の支えになりますし最近知ったんですけれども あの寺田虎彦という物理学者がいてこの方は随筆とかいろんなことも書いたマルチの方なんですけれども夏目漱石の「我が輩は猫である」の水島寒月のモデルになった方でこの人が昭和10年に浅間山が噴火した時に随筆を書いていて怖がらなすぎることも優しいし怖がりすぎることも優しいんだけれども正当に怖がるのはなかなか難しいと。 いう言葉を残しておられます難しい時になるとどうしてもあの極端な考えになりがちなとこがあるわけですけれどもあのここは一つ冷静に客観的にものを見るのは難しいですけれどもそうすることは非常に大切だというふうな言葉で昭和10年の,その偉大な日本人の先輩の言葉でございますのでこれを胸に刻んでいるところでございます。そししして最後に前もも申し上げましたけれども春の来ない 冬はなく、朝の来ない夜もなく、嵐の後には虹が出ますので、ここはみんな心を一つにして乗り越えてまいりましょう。僧侶時間は常に皆様と共にあります。はい、心強いお言葉ありがとうございます。今日は本当にお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。